とにかくここのちょっとねカメラだと見づらいんですけど、このベベルトの刃とスパの下ができるだけ多く噛み合いたいけど、噛み合いすぎると今度は逆転防止ラッチが当たるとこ擦っちゃうんで、ここのギリギリを攻めたい。これ本当に下も重要だし、これがちょっと浮くようだと上もうまく調整しないといけないんで、これが難しいな。とりあえずコンマ3ぐらいから攻めてみましょう。まだいけっかな。まだいけるな。元が6、レベル下からもともと6だから、6いっちゃっていいのかな。一応スパー上が浮くという想定で気持ち浮いちゃうから、絶対そのよっぽど薄いシム入れてない限りは、だからあんまギリギリを攻めすぎると「まだいける」あんまりね。でも本当はスパー下を持っちゃいけない、スパー下を盛るとあの総合的にセクターが高くなっちゃうんで、あんまり良くない。スパーからシム調整する派の人はあんまりそれを好ましくないって言うんで、実際そうなんだろうけど、実際そうなんだけど、それ以上にベベルこれぐらいが限度かな。あのベベルとフィニオンの当たりを気にしないといけないんで、これが限度かな。とりあえずこれでいいかな、いっちゃおっかな。これ以上攻めると多分スーパーが浮いた時こすっちゃうから、ベル下 0.612。 あれ？なんかおかしいぞ。3。あ、おうおうおう、元気だ。3 1 3 2、3の2、なんか紛れてるな。
もう一回やり直しか、これ。3。え、出て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 。132。3の3の6の方が楽だな。出た。こっちを俺7にしたんだっけ、さっき。133だったかな、こっち確か。13。133。あんま動くとキワキワになるの、これ。とりあえずスパーした、暫定で0.7、ちょっと高いけど仕方がない。0.7。じゃあまたフレーム組んで、メカゴ組んで、これで、ね、もしスパウ下が高すぎて動かないようだったりしたら、もうちょっとだけスパ下を避けてもいいかなと。どうかなー。あー、ギリギリ。これは動かない。これダメですね。これは、あ、一応ギア自体は回る。ギア自体は回るけど遊びがもうない。そうすると、分割メカボの時すげえ楽だったなって、これを考えると。ギア自体は回ってるんで、これの遊びがほぼないけど、ギアは回るから、いや、このままスパを0.6にして、スパ下で、スパ上を0.1にすれば、同じガタつき具合で、まあ、ギリギリまで位置関係を動かさないで。このまま行ってもいい気がするけど。よし。このまま行っちゃってもいいかなとは思うんだけど。こっちは怖いんで。
油でこれ、グリスでこれ、シムを固定するっていう技もあるんですけど、まだグリス塗りたくないんで。極力最後まで塗りたくない。ベタベタするから。とりあえず閉めました。ギリギリぐるぐる回ります。で、シムもほとんど動きません。うん、 OK、 これでいきましょう。じゃあ次、ちゃちゃっとセクターギアのシムも調整しちゃいましょう。今ちょっとギア逆に出てきたね。まあいいでしょう。別に高さは合ってるから、これよほどのことがないかに。上と下のクリアランスだけちゃんと取られてれば。まあ、素直に回るかどうかなんで。まあ、盛大にどうせするのは分かってるんで。ですけど、思ったよりすらないっすね、今回。あ、すらないんじゃなくて、もう完全に浮いてるんだ。完全に浮いちゃってるんか。したら、また、一旦同じだけ上げなきゃいけないから、とりあえず 0.6 からした。 0.6 から攻めていきましょうか。と、これはなくさないようにしといて、0.6 入れましたと。 0.6 入れて、まだちょっと当たるんで、一旦さらに 0.2 入れまして、なんかな、こんな高くしてるとガチで擦りそう。上が擦るだろ、これどう考えても。あ、でもセクターは意外と、ちょっとカメラ外で作業します。もうコンマ1上げられるかな。0.9 とかになっちゃうんだけど、大丈夫なの？本当に。
いや、明らかにやべえだろって。あ、これだったらかなり安心。安心。いやね、下0.9入れたら、カットオフ機能するのって。ちょっとそこが問題なんだよね。ちょっと急遽、カットオフ入れましょう、今。カットオフレバーが機能しねえと、すべてが誤破産になるんで。おう、あんまり予備がない部品を、おお、落とすのやばいんで。コンマ9でカットオフがちゃんと機能するのか。あ、ギリ動く。いけそう。いける。当たってる、ちゃんと。OK。とりあえず。下暫定0.9。これで、ちょっととりあえず、そもそも、動くのって。あ、ネジしてなければ全然動きますね。まだいけますね。まだ上げられる。上げてもいいぐらいの高さっぽい。だから、あれ、どこまでやったっけ？あ、そうだ。SIM をもっと攻めていいってとこまでだったね。もう全然攻めてよかった。とりあえず当たりをつけるために1回0.2から。これで動かなくなるくらいまで攻めてみて、まだいける。0.4で、動かなくなったところから1ミリ落とし、コンマ1落としての、そこからネジ締めてのでもいいかなと。まあ、つまりネジを開けたり締めたりするのが面倒くさくなってきたんで。もう1枚0.2入れましてと。0.4入れるとちょっと動きが怪しいなと。これで締めてみて。これで締めてみて、ちょっと動かないようだったら0.3にして、もう一回試してみて、いいかな。これで蓋付きかどうかな。回る、OK。蓋付きは、蓋付きもなさそう。OK、これでいきましょう。じゃあ上0.4。OK！ SIM 調整終了。